ゾンビがとりあえずめっちゃ走るというか、いつでも走るやつでやりたいんですよ。まあ、いや、このサバイバリストのオールウェイズランでとりあえずやってみますね。ちょっと設定よくわかんないんでね。多分これ即死するんで、動画としては一応死んだら終わりでやってみます。じゃあこのね、むずいやつでいきましょう。あ、何もないけど、とりあえず弓を作らないとやばそうなんで、弓というか石斧だね。とりあえず石斧を作っていきましょう。どうなるかわからないんですがね、多分グダって終了なんですよね。まあ一応なんかすぐ木をね切る方法とかね、グリッチとかあるんですけど、このグリッチ使えばまあまあできそうな感じはするんですがね、一応の僕はそんなね、そんなどういう技があるのかよく分かってないんでね、まあ正攻法でねやっていこうかなと思います。どんだけね自分の立ち回りがね成長しているのかとかね、そんな感じのことをね試せたらなと思っていますが、いかがかな。とりあえずね、枝を取りながら弓を作っていく。まあ、弓作ったところで走ってくるゾンビにねどんだけ当てられるかっていう話なんですけどね。怖い怖い、いけるかな。まあまあまあ、完全になんとなく始めたこれなんですけどね。よし、でこの絵をクラフト中に、弓をクラフトしている間に石を拾ってね、弓を作っていきたいぞと、そんな感じなんですが、あ、いるね、いますわ、あそこに。なるべくバレたくないよね。そんでもって多分町とかそういうところに行くのが難しいと思うんで、こういうねゴミとかをね結構拾ってった方がいいと思うんですよね。さて、とりあえずどうなるか分かんないですけど、もし生き残ったら、まあ、パート2とかに行くと思うんですけど、いる？いる？とりあえず見つかってない状態では走ってなさそうだね。とりあえず弓できましたわ。そんなら次はアロー、アローを作っていこう。うわ、怖え、なんか遠くでゾンビのね、うーみたいな声が聞こえるんですよ。この木を切りましょう。いないよな。いませんね。さてさて、切ります。硬えわ、木は硬えわ。そんでもってこの斧を振るとスタミナを消費するんでね、そのあたりも注意しないといけない。木を切っていてゾンビが来た時に、向こうが走ってくる、こっちは走れないってなった時にね、完全にねもう負け確になっちゃうんだよね。うわ、いる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 わ、怖い怖い怖い。うわ、いるいるいる、結構いるな。3、4体あれ来たら絶対死ぬからな、怖すぎでしょう。でちょいとこの衣装の修理しといての、怖いね、マジ怖いっすわ。とりあえず夜まで耐えたい。食料品とかはねまた後にして、とりあえず生き延びたいぞ。今までねちょっとねふざけてねやってる部分あったんですけど、結構ガチめにね、まあグリッチとかそういうのはないんですけど、結構ガチめにねやっていきますわ。うわ、怖い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 。ちょっと一応毎回修理しようか。一応毎回修理しよう。いちいちね修理するのがたるいんでね。でもう常にクラフトする感じでいきたいな。そんな感じでいきたいな。怖えな。そっか、罠用の原木っていうか丸太もいるから、ウッドフレーム用とその罠用も残しておかないといけないですよね。怖え。よーし、オッケーオッケー。うわ、走ってる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 、やばいやばいやばい。どこ行くの？めっちゃ橋のフォームめっちゃ綺麗。すげえな、陸上選手かな。お、こっち来た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 。嘘嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。来た来た来た、やばい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 ぞ。どこ行った、どこ行った。よしよし、オッケー、倒した。やべえ、めっちゃ怖え。うわ、いる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 、ちょっとやめて、ちょっとやめてな。まだゲーム買いたての頃を思い出すわ。最近ちょっとねゲームについてねちょっと知って、ちょっと調子乗ってる節あったからね。うわ、街だ、街です、街があります。街ってことはゾンビがいっぱいいるってことだな。一旦帰ろう、一旦帰ろう。この、ね、視界がねバレてないと周り若干暗いんですよ。その暗さがねちょっと安心感というかね、そういうのを生んでますわ逆に。
街があるんであれば期待はできる、いろいろと物資的にはね。ただ綿花がないからリスポーン地点が設定できない。綿花どこにあるんだ、なんかそういう設定でもしかして綿花のリスポーンがスポーンがね抑えられるみたいなあんのかな。こうしてじゃあちょっとそろそろ家作っていきますか。ちょっとまだ12時なんですがね、早いうちに安心できる場所を確保していきたい。こうしてな、どうしようか、大きさ悩むな。とりあえず丸太が少なく済むように尖らせた丸太の数をね抑えるためにこの距離でいきましょう。ちょっと家的に狭いかな。まあしゃあないか、まあしゃあないしゃあない。こうしてね、このくらいでいって、でちょっと下降りたいな、骨折が怖いからな。こんな感じにしていけば多分いけるな。 OKOK、 よし、ウッドフレームができたんでこうして、よし、でこうしてやればとりあえず入れるぞ。とりあえず入れるようになった。そしたら次は尖らせた丸太を置いていきましょう。8本しかないのか。外側に置いたら終わりじゃね、マジで足りないじゃん。てかもうちょっと木いるな、この感じいけるな。けどちょっと一瞬のおごりというか慢心が死を生むんでね、怖すぎる。てかもうリスポーンしないんだったらもう死んだ瞬間にゲームやめるんであれば綿花ってかベッドいらないよね。そういえばそうか、そう考えると逆に、あ、来た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 、バレてるバレてる、やばいやばいやばい、ちょっと待って、軽く水飲もう。とりあえず水飲んで、でスタミナ回復させて、あまり走ると今度別のゾンビを呼ぶから。来た、よし、あ、やべ、いる、やばいぞ、周りいるな、やべ、ちょっと物が、ちょっと待て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 、オッケー、倒した、オッケー、バレた、今度お前か、ちょっと待て、ちょっと待て待て、よしよし倒した、オッケー、バレた、ちょっと一旦これ上逃げよう、上逃げよう、ここ逃げよう、オッケーオッケーオッケー、食うんなお前ら、帰れ帰れ帰れ、ちょっとこの量やばいよ、どうしようどうしようどうしよう、やばいやばい、え、いやでもこの感じ倒せるな、これ無視しとけばいけるでしょ。でもってこれ松明で殴れたらいつか火つくから確率にかけよう。 OK、 火ついた、1体、はいはい、1名死亡、はい1名死亡でございます、ありがとう、早く早く、あ、スニークボーナス入ったら、 なぜかスニークボーナス入った、ありがとう。 OK、 レベル3、ありがてえ、よし、いいぞお前ら、早く倒れろ早く倒れろ、あ、倒した、やりました、よし、ちょ回復しとこっか一応。怖えな、マジ怖えわ。てかハイズリゾンビいるじゃんあそこに。ハイズリ自体は何もできないんだな、やっぱりハイズリが走るっておかしいもんね。めっちゃあのほふく前進で超速スピードできたらマジ怖いからな。ギターもハイズリがもう大好き、ハイズリじゃん、ほっ、あ、一撃じゃねえ、ヘッドショット一発じゃねえとかきつすぎでしょう。でね、安心のこの死に方、あ、なんだ、なんかあれ洞窟あるね、あそこに、あそこに洞窟あるわ、洞窟あるけども、あ、クラフト忘れてた、ウッドフレームでいいか、やばいな、あいつ、あー来た来た、バレちゃったバレちゃったよ、もうスニークボーナスでダメージ与えようと思ったのに、ええ、何、なんかぶっ壊してる、なんか、ええ強っ、え、強くない、え、ちょっと待て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 、ちょっと待て待て待て、ちょっと待て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 、それはダメ、それはダメ、そこダメ、そこダメ、ほらほら道あるよ道あるよ、ほらほら道あるよ、ほらほら、そう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 、いい子だ、え、丸太ないじゃん、あいつなんか引っかかっとるし、
倒したい倒したい、倒そう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 、なんか引っかかった。どこいつ撃っちゃうの、いつ、え、いつ撃つ、いつ撃つの、今でしょ、オッケー、今でしょ、決まった。はは、怖すぎる。よし、それではなんとか生き残りましたね。ちょっとこれどんぐらい続くかわかんないですけど、ちょっと短編というかそんな感じのシリーズとしてねやっていこうかなと思います。まあ死んだら終了なんで、多分次回終わりますね。では、この動画が面白いと思ったら動画の高評価とコメント、あとよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。はぁ、怖えな。ではまた会おう。